久保さん。昨日ですね。狭間寛平さんの車見まして。マジでと思ったんですけど。<laughs> 狭間寛平さんって、マジでみたいな。僕知らなくて。狭間寛平さんが乗ってる車 R34 で、ロールバーもガチガチで、あの、ブルーで色が。 あのエアロガンガンつけててエンジンもちょっといじってるすげえ綺麗なんですよで3万キロしか乗ってないっていうね <laughs> でまかんぺいさん結構年なんだけども、うん、運転して乗りつけてすごいなみたいななんかサーキットとかも行ってるみたいであそうなんだみたいな <laughs> でそれ多分その動画撮った理由が r さん4爆上げしてるんでまああの撮ったと思うんですけど いや、ちょっとびっくりしましたね。かんぺいちゃん R さん、しかもかん、はざまかんぺいさんはなんか新車で買ったらしいんですよね。その、当時は、当時なんかオプションとかも全部入れて850ぐらいだとか言ってましたけど。いや、ちょっとびっくりしましたね。結構その、いじってるんで。しかも年も年で。はざまかんぺいさん今何歳だいや、ちょっとね、ちょっと見て、 あの、あの年で R 乗ってるとかっ,かっこいいなと思って、72歳です <laughs> 72、あ、これ、ヤフーニュースでも載ってますね。狭間まンペぺん20年超乗り、続ける愛車、スカイレイン GTR のこだわり、驚きの走行距離と。ヤフーニュースに載ってるじゃないですか、これ。ヤフーニュースにも載ってるわ。ヤフーニュースにも載ってるじゃないですか。ワンオーナーですね。 新車で買って。うん。そう。すごいっす、これ。ヤフーニュース w 載ってた。すごい。72歳です。あの、ちょっとね、3、4、一1七72歳でしょ ?72 歳で。いや、ちょっとね、 ゃあ R、70歳まで乗ったらかっこいいなってちょっと思っちゃいましたね。なんかちょっと、異様ですよね。<laughs> 70歳で 3, 3、4乗ってたら結構かっこいいな、みたいな。ちょ、ギャップ燃えしましたね。いや、まあ、これちょっと占いをしようかな、みたいな。じゃ、はざまカンペを見てちょっとね、気持ちが揺らぎました。っていう動画を撮ろうかな、っていう。今日。 波佐 <laughs> 間寛平を見て、うん、売るのをちょっと躊躇しようかなと思ってますみたいな <laughs> そうまあねあの千原ジュニアさんねガソリン代みたいなまあ確かにガソリン代昔に比べて上がってますけどなんかねあのガソなんかの動画あそうそうあ YouTube 大学の中田さんかなんかその歴史、まあ、その歴史の動画見てたんですけど あのガソリンが結局1リッターね、クソ安いみたいな、そのクソ安くてあの飛行機も飛んじゃうっていう画期的な燃料だみたいな、まあ、確かにそう考えると、今、1リットル160円ぐらいじゃないですか、まあ、高速乗ると189 0 0であるんですけど、た、まあ、多分一般だったら160、まあ、地域によっては、ね、高い地域もあると思うんですけど、鹿児島も今、158円とかなんですよ、確か。 って考えると、コーラ、コーラ1.5リットルペットボトルで買うと、低価だと、まあ、248円とか、まあ、スーパーで買うとね、安いスーパーで買うと198円とか、168円とか。だから、ま、あコーラと大した変わらないみたいなね。1リッター150円ぐらいでしょ ?58 円。そう考えると、あの、安いですよね。<laughs> あ、そう 安いないななみた飲み物より安いっすよねだ。だってビール、ビールより安いくないですかビールだって、ビール発泡酒じゃなかったら200円くらいするでしょ ?350 缶で。ね、コンビニとかで買ったら230円とかするじゃないですか。ね。でビールより安いですよね <laughs> で。そう考えるとあ、ビールより安いな、みたいな。 ビールより安いのにコスパいいっすよね。だって、いいリッターだって30キロぐらい走るでしょ軽自動車とか、今。リッター20、30キロ走るって。<laughs> ビール飲んでもションベンで消えるだけですからね。ら全然、だから逆に、なんかちょっとね、その、確かに、その、その比較対象なかったんで、今までね。確かに、まあ、1リッター200円になっても安いなっていう。だってビールより安いじゃないですか。 なんかすげえ安く感じましたねガソリンが <laughs> 確かになみたいなだからガソリンっていうのはやっぱ黄金の燃料なんだなっていう <laughs> 超安いですよねん<ー>うんなんか今までのあ久保さんみんなの銀行が入りました <laughs> みんなの銀行が久しぶりに入ったの動画撮ってないのにみんなの銀行がちょっと入金ありましたよ今 ポップが入ってきた。いくら入ってんだえあ、これ500円ですね。あ、あの、この前のそのボーナスが入りましたね。500円。なんかあの、ボーナスが入りました。500円が。そう。前なんか報酬アップしてましたよね。友達紹介特典入金が500円入りました。すごい。ありがとうございます。<laughs> いや、500円で、ちょっとね、2リッター、3リッターぐらい入りますね。<laughs> 歯はないですけど。そう。だからなんだ。まあ、町原ジュニアさんは嘘ですね。完全に嘘でしょうね。ビールお、お酒いっぱい飲んでるでしょ。まあ、嘘ではないけど、まあ、なんだろうな。 あのまあ、昔がね、100円とかでしたからね。うちの父ちゃんがなんかは、90円ぐらいの入れてましたからね。昔。平成ですよ。税金ないときですよ。平成の前、うん、そこの、まだ消費税がないとき、80、90円ぐらいのガソリン上がって、そこで入れ、ここ安いんだ、みたいな、入れてましたけど。まあ、それに比べると、まあ、50円ぐらいですか。 でも、いろいろ考えると、ビックリマンチョコもね、30円、昔30円だったけど、今100円じゃないですか。逆に言うと、ビックリマンチョコの方が値上げされてんじゃないかなって。だって七十円、今100円ぐらいなんですよ、多分。ビックリマンチョコ。今、いろいろコラボしてるんですけど、いろんなやつと。で、70円値上げじゃないですか。そう。だから、ビックリマンチョコの方が値上げされてんじゃないかなっていう。<laughs> うん まあ、とりあえず、まあ、考え方ですね。うん。やっぱ何と比較するかっていうところで、比較対象って大事ですね。うん。例えば、ま、お金がなくても、その、どこと比較するかですよね。まあ、隣の芝は青く見えるってよく言いますけども。うーん。なんか、例えば、ね、今、生活保護を受けてたとしてもでしょ。 あのひもじい生活してるとか自分が仮に思ってたとしてもですよ生活保護受けててだけどあの戦争があってミサイルバンバン、まあ、そのなんか生まれた瞬間、ね、銃持ってねこうやってる国もあるわけじゃないですかでそう考えるとそこと比較するとですよそこと比較するとめっちゃ幸せじゃないですか、うん、だって生まれた瞬間ガシー死,んで死ぬ子もいるわけですから やっぱ比較対象で,すよ、ね、でもそことはやっぱ比較できない部分がありますよね。やっぱ日本に生まれてるわけですから、そうは言っても吉谷さんみたいなね。そうは言っても確かにその世界のそういう貧困の国と比較したらね、まあ確かにその幸せかもしれないけど幸せじゃないんですみたいなね。<laughs> うん。でもね、この比較対象を自由に選択して、この、するっていうのも大事だなと思いますね。うん。 生きていく上でなんかその自分はこういう生き方っていうね自分軸というかみんな結構比較してるんでやっぱ僕も比較するわけですようんだからうんでもその比較したとしてもなんか自分はこうだっていう自分はこういうライフスタイルだなっていうその自分のライフスタイルのあこ,うこうでいいっていうところ を決めちゃうととすごく楽かなと思いますね。まあ僕はもうこの、まあ、久保さんもそうだと思うんですけどやっぱその僕はすごく良かったなと思うのがやっぱその社長になった時の固定費毎月500万ぐらいこうかかる事務所家賃150万で人件費あと業者さんに払うお金とか月末ですよねもう毎回月末しんどかったっすもん で、結局、まあね、売り上げがなくて、自腹で貯金全部会社に突っ込んで、借り入れも回って、そう。だからもうあれですよ、久保さん。あの、漫画喫茶でネット銀行ローンっすよね。ああ、どうしよう、みたいな。じゃもう漫画喫茶でうつ病になってね、この、あネット銀行でローンっつってね、その、漫画喫茶で僕は、あの、 <laughs> あのネット銀行のローン申し込んでましたからね。あこれ借りれるかな、みたいな <laughs>。懐かしいっすね。めちゃくちゃもうね、だからもう、どっかに逃げたいんですよ。で、どっかに逃げたくて、漫画喫茶入って、まあ漫画本読、漫画本読むとちょっと違う世界に行けるんですよ。没頭すると。だけど、現実支払いでやべえ、みたいな。で、その漫画喫茶のね、あのネットから。 銀行ローン申し込んでましたね。うん、まあ僕はそういう経験をして、もう固定費絶対上げないと。もう絶対上げないと。うん。だからまあ家賃、特に家賃とかはね。なまあここの4万2千円は僕は離れないですね。だたまにね、まあ5年間僕ここにいてるんで、やっぱもうちょっとね、広い部屋でもいいかなとか、あの、もう1、2万出せばね、もう1、2万出せば、 あのー、もっと広い部屋あるんですよ。で、新築で結構建ってるんですよ、鹿児島。あ、おしゃれだな、みたいな。でも、その、例えば、2万あ、なんだ、6、今4万2000なんですけど、6万ぐらい出すと、うん、また広い、あるんですよ、新築物件で。で、2万を、例えば、1年でかけると、24万ですかで、10年で240万ですよ。うん。で、やっぱ、その、住む場所、事務所、 とかはずっと固定費なんで、まあずっと、まあ、契約し続けるわけじゃないですか。そう考えると、まあ10年で240万2、2万でもね、10年でも240万、20年で400万、うん、まあ30年で、まあ生きてればね、事務所い,、ま、いりますからね。久保さんも自分の家いると思いますけど。<laughs> まあそうすると積もるわけじゃないですか。500万くらいになりますよね。その2万でも、20年クラス、30年クラスになると。 そうだからやっぱそこはねあのー、だからまあ駐車場も無料ですからねここだから例えば東京で僕駐車場6万ぐらい払ってましたけどこう年間で年間で駐車場代だけで、まあ、60万ぐらいですか、まあ、7 70万かこれ10年で700万ですからね車止めてるだけで車止めてるだけで10年700万ですよね20年で1400万ですよ <laughs> 車買えますよね。車置くだけで車買えるっていうね。1400万あったらまあまあいい車買えるじゃないですか。これ20年で1400万ですからねあの。駐車場代が6万だったら。だからまあ、なんだろうな。僕はその、すごくそこで苦労したし、学んだんで、あの、そんな感じですね。固定費は絶対上げないっていう。 ブレますけどね。ブレますけど。ブレるんだけどブれないっていう <laughs>。やっぱもうちょっとね、まあ飽きてくる部分もあるじゃないですか。うーんう。まあ一軒家はね、まあ一軒家なんであれなんですけど、賃貸のいいところって移動できるのが賃貸のいいところじゃないですか。久保さん <laughs>。賃貸のいいとこそこなんですけど、だから僕はもう、あの、 事務所の模様替えをいっぱいしましたねあの。部屋は返す。で、引っ越しするのもめんどくさいしね。まあいいですよ。4万2000円ぐらいは頑張りますよ。<laughs> だってですね、商売道具のネットも無料ですからね。多分僕が一番ネット使う。ここのあそネット僕が一番使ってると思いますけど、商売道具のネットも無料で、まあ、駐車場も無料っていうのはね、これありがたいですよね。4万2000円で。 あの東京じゃまあないっすよね、うん。まあそれぐらいはちょっと稼ぎますね、うんうん。まあちょっと狭間寛平さんからちょっとあれですけど、まあジュニアさんの話が出たんで、びっくりっすね。狭間寛平の3、4GTR はね、これ、大久保さん、ちょっとびっくりっすよ。 あの動画見るとマジでこんなのいかついの乗ってんだみたいな72でこれ乗ってんのかみたいなマジパンチャーマジかみたいなでもな,なんかね似たりよったりだなってまあ僕はざまかんぺさん結構好きなんでうんそう,そうあの「あの探偵ナイトスクープ」僕見てたんですけど狭間まかんさん出てるんですけど マジか。もう20年乗ってるんですね。<laughs> はい。ということで、ちょっとすげえぼやいちゃいましたけど。いや、ちょっとね、嬉しくて。狭間寛平が3、4乗ってるぞみたいな。<laughs> これはちょっとね、僕は嬉しかったですね。知らなかったんで。<laughs> はい。いってらっしゃい。